カッコ1枚いきます。x の5倍に1を加えた数は y より小さい。x の5倍って言ってるんだから 5x。これに1を加えると、y よりもそれが小さいって言ってるんだから、不等号を使って表すとこうなります。なので、これが正解です。では、カッコ2枚いきます。A 個のお菓子を B 人の子供に1人3個ずつ配ると2個足りなくなる。A を B の式で表しなさい。今 A 個のお菓子と B 人の子供に1人3個ずつ配るってことはお菓子は 3B 個必要なんだけれども、そうすると2個足りなくなる。なので不等号を使って表すとこうなります。今 3B の方が多い状態です。さてじゃあこれをイコールにしたい。イコールを使ってこの式を表すとしたらどうなるかというと、多い方から2個減らすか、少ない方に2個付け足せばいい。ただ今回 A を B の式で表せって書いてるんだから、A はっていう形にしたいので、A はそのままにして多い方、こっから2個減らせば A の数と同じになるはずです。よって A イコール 3B マイナス2、これが正解です。で、次、括弧の3番。2元1次方程式。2x プラス 5y は9。その解を RA の中から選んでください。っていう問題です。これそれぞれ代入します。例えば、A をこの元々の式、2x プラス 5y イコール9に代入すると、x は2を代入したら、22が4。y にマイナス3を代入したら、マイナス 3×5 で、マイナス15。イコール9っていうのはおかしいよね。4マイナス15イコール9ってのは、式が成り立ってないです。だから、あは違う。っていう風に代入していくと、答えから言って、うです。うの方を代入してみると、x がマイナス3を代入したら、マイナス6。y は3を代入したら、プラス15。イコール9。マイナス6プラス15。イコール9っていうに、この式は成り立っているはずです。だから答えは、うになります。残りの、い、えも代入してみると、式が成り立っていないので、答えは、うだけになります。